Northwave. Cross Jam. Freestyle Jam. Freestyle Jam. FM Northwave Cross Jam お送りしております。さあ、ここからのお時間はフリースタイルジャムのコーナーです、はい、今日はですね、和楽器バンドボーカル鈴花優子さん、お電話つながってます。早速呼んでみましょう。優子さん、はい、よろしくお願いします。鈴花優子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手させていただきます。今日 DJ のジャイアンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みつきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、和楽器バンド番組には初登場ということにもなりますのでね、いろいろ鈴花さん、はい、今日ボーカル代表してお話を伺っていくんですけれども、はい、まずは、よろしくお願いします。僕、お呼びするとき、優子さんって呼んだりしてもいいですか？もちろんです。何とでも OK なので呼んでください。はい、じゃあ優子さんと呼ばせていただきますね。はい、ありがとうございます。まず今スタジオに教えて黒ジャムボックスという質問箱が設置されてるんですけれども、はい、前半ここから今みつきが質問をいろいろ引きますので、それにお答えいただきながらお話し進めていければと思いますので、はい、面白そうですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速こちらの質問です。ででん、はい、はい、なんだろう、こちらの質問です。お、私に革命を起こした人物なんですか？おなるほど、たくさんいらっしゃるんですけれども、はい、直近ですと実は森山直太朗さんですね。森山直太朗さん、はい、この桜の森山直太朗さん、はい、そうです、はいはいはい、なんか実はですね、ちょっとソロの方の話に回っちゃうんですけど、ええ、6月30日に森山直太朗さんが作詞作曲してくださった曲をリリースすることに決まりまして、うん、はい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 、はい、で、直太朗さんがですね、どのようなご縁だったかと言いますと、うん、私が自粛中に直太朗さんの桜読書を、はい、ちょっとカバーさせてもらったんですね。おー、なるほど。 YouTube、うん、はい、YouTube の方に弾き語りで投稿させていただいたところ、 SNS で直太朗さんがこう反応してくださって、そこがご縁でお会いしてですね、いろいろお話しした上で今回の件が生まれたんですけれども、すごい気さくな方で、うんうんうん、私自身結構歌いすぎちゃう部分があるんですね、感情込めて、そこを全部削ぎ落として、もうなんか何にも考えずシンプルにビブラートもかけずに歌ってる、ゆうこちゃんの声もいいなとかって言ってくれたんですよね。で、それをすごく歌いすぎない歌い方っていうのを引き起こ、気づかせてくださったのが直太朗さんだなっていうのが最近ありました。じゃあ、まあボーカルとしてはその自分で気づけてなかった部分を指摘していただいて、はい、新たな自分も見つけることができたと。そうですね、最近の革命になりました、私の。いや、これは革命ですよね。なるほど。なんか僕自身もそれで悩んだんだけれども、はいはいはい、なんかやってみないって言ってくれて、うん、スタジオに結構もう丸一日、うん、すごいもう 何時間でしょうね、10時間ぐらい入って、うんうんうん、ずっと歌い方を一緒にこう考えてくれるみたいなことをしてくださって、向き合ってくださった感じでしたね。いや、それはもう自分にとって本当に革命、貴重な時間だったということですよね、うんうん、はい、なるほどなるほど。ではもうワンクエスチョンいきましょう。革命は森山直太朗さん、はい、ね、うん、ネクストクエスチョン何かな。よいしょ、こちらです、うん、眠れない夜何をしますか？はい、お眠れない夜は、はい、もう無で YouTube 見てますけどね無で無でもう虚無で YouTube 見てますけど、うん、あとは犬が結構いつも遊んでくれるので、はい、夜でも結構私が起きてると遊んで遊んでと犬が来るので、うん、犬と遊んでますそうなんです、ね、でもワンちゃんも夜眠くならないんですか？ワンちゃんは。そう、なんか私が結構昼間仕事でいないことが多いので、日中寝ちゃってて、うんうんうん、帰ってくるのが遅いと、よっしゃ今から僕の時間の始まりみたいな感じで夜まですごい元気なので、昼夜逆転して夜遊んで遊んでってむしろ来るので、うん、犬と戯れてる時間は何も余計なこと考えなくていいので、すごく楽しんで私も癒されてます。いいですね、いいですね身近な存在で、しかも夜型になっちゃってるわけですね、生活がね
かわいそうにだからそれもかわいいなって感じいたしますけど、はい、ではもうワンクエスチョンいきましょう。はい、寝れない時はワンちゃんと遊べるで、ね、こちらです。うんうんうん、じゃじゃん。はい、おお、小さい頃の夢何でしたか。あ、歌手です。あ、もう小さい頃から歌手になりたかったです。なんか小さい頃はモーニング娘さんに憧れてまして、うん、すごいモーニング娘さんの真似したりとか、あと もっと前だとスピードさん、はいはいはい、憧れて結構真似して歌ったりとかしてて、うん、まあ、将来はどちらかっていうと女の子グループなんかやりたいななんて夢を持ってたこともあって、まあ、とにかく歌が好きで、うんうん、結構カラオケとか行って家族から何歌ってって言われるのが嬉しくっていろいろ覚えたり、学校行くようになってからはみんなからあの流行りの曲何でも歌えるジュークボックスになりたいみたいに思いまして、はい、昔で言う、なんかそんな感じでいろんなオリコンチャートトップ10を全部歌えるように常にしとこうみたいな時代がありました。すごい、はい、いやもう本当じゃあ物心ついた時からもう歌がずっと好きと、うん、そうですね、私自身が、はい、クラシックピアノをずっとやってて、音楽大学に、ピアノ科で行ったんですね、はい、なのでクラシックのピアニストになることがいいんじゃないって周りからは言われてたんですが、うん、私自身は普通とこう秘めていた思いが、いや私は歌手になりたいっていう思いでした、はい、だってそれオリコン1位から10位まで常に歌える状態にしておきたいって、これよっぽどですよね。すごい、そうすごい覚えてました、もう常に、ね、ジュークボックスになりたいくらいの勢いで様々な歌をまあ歌って練習していたということですね。いや、ゆうこさんありがとうございます。いろんな質問に答えていただきました。はい、和楽器バンドなんですけれども、6月9日にニュー EP、はい、スターライト EP がリリースとなりました。ここから一曲お送りして後半は作品のお話いろいろ伺ってまいります。曲紹介をお願いします。はい、はい、和楽器バンドでスターライト。アスファルトに眠く奥さ
送りしたナンバー、ラジオネームハッピーレイクさんからもリクエストいただいていました。和楽器バンド、6月9日リリースになりましたニュー EP スターライト EP からスターライトでした。え、今日は和楽器バンドボーカル鈴花優子さん、お電話つながってます。優子さん、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッピーレイクさんもありがとうございます。はい、リクエストいただいておりました。はい、今お送りしました一曲スターライト、まあ、今作スターライト EP というのが6月9日にリリースとなっておりますので、タイトルトラックという感じになってくるんでしょうかね。はい、そうですね、1曲目に入っている曲なんですけれども、はい、どんなことが、はい、これ1曲になってるんでしょうか。はい、今回今週のちょっと月曜日に最終回を迎えたんですけれども、はい、フジテレビ系月9ドラマの、うん、一系のカラスの主題歌になっていた曲でして、はい、今回はですね、もうドラマサイドのプロデューサーチームともうずっと、何度も何度も試行錯誤しながら書き下ろした楽曲になってます。じゃあそのドラマのイメージを忠実に再現しながら、はい、自分たちなりに消化しながらということだったわけですね。そうですね、今までで多分和楽器バンドとして一番最もポップスにフォーカスして、うん、それからデジタルの要素とか、はい、あと和楽器自体のポジショニングとか私自身の歌い方とかを結構様々試行錯誤して、出来上がった割とこうポップチューンな楽曲になってるんですけれども、うん、今日、いないんですけど、ギターの町屋が作曲したんですけど、うちのメンバーの、はい、うんうん、北海道出身なんですよね。はい、で彼が今回は曲を、作りながら私たちもみんなでこう相談しながら出来上がった曲ですけれども、結構ドラマのセリフとかと重なってくると聞いていたので、はい、はい、なんかこうあまり耳を持っていきすぎても違うので、世界観を広げることに重視した感じですね。その中で今お話にもありましたけれどもね、まあ、はい、和楽器バンドとしてはその前面に和楽器の音ってのが今まで出てた楽曲が多かった印象なんですけれども、はい、打ち込みであったりデジタルサウンドというのがこう前面出てる今回作品になっていたりとか、はい、あと、まあ、優子さんご自身もそのボーカルという部分で、はい、新たな一面、まあ、チャレンジもあったのかなと思うんですが、実際にトライしてみていかがでしたか。はい、実際私自身が歌いたい歌い方を素直にしてるっていう感じではあるんですけど、私としては、はい、はい、このバンドを組んだきっかけっていうのも、うん、やっぱりどんなに歌いたい歌い方で歌ってても人に届かなければ意味がないので、うん、何か自分がやっていた特技を、重視して作ろうと思ったのが和楽器バンドだったんですね。で、私が詩吟をずっとやってたので、詩吟の歌い方を特徴としてずっと出してあえて使って歌ってきてたんですけれども、はい、そういったその詩吟の歌い方っていうのを取っ払って、いきなりなんか曲の最初からなんか詩吟の拳聞かせて始まったら多分セリフ入ってこなくなっちゃうと思ったんですよね。そういうのもあって、結構どちらかというと、そーっと寄り寄せうようにボーカルが入っていくという感じで、自分がこの曲を歌うならこう歌いたいっていうのを素直に表現した歌い方になってます。そうか、そうなってくると、これもひょっとするとなんですけど、ドラマ先ほど一系のカラスのお話がありました。これはい、ドラマのエンドロールでクレジットが、うん、はい、WGB という表記、はい、その漢字の和楽器でカタカナバンド、和楽器バンドではなくて WGB という表示になってました。これもやはりその作に対する配慮という部分になってくるんですか。あ、もうおっしゃる通りでして、結構和楽器バンドっていうバンド名自体パンチ効いちゃってるんで、だからそれが出てくるとそっちに目も持ってかれるし、和楽器バンドなのみたいなことになるというのが話に出てきて、第3話目ぐらいまでは WGB という名義だったんですけど、はい、実はこれバンドデビュー8周年なんですけれども、8年前からファンの間では愛称として定着している呼び名ではあるんですよね。だけど世間一般の方には多分あまり知られていないので、すごくちょうどいい落としどころだってことで、WGB っていう、この間大子さんにお会いした時に意識してますかって言われましたけど、アルベット3文字で、はい、そうそう、あ、ちょっと僕の意識してましたみたいなおっしゃってくださいましたけど、もうまさに和楽器バンドってことで、それを使うことでですね、先入観なくドラマのストーリーに入っていけるなっていうところで試した形でした。ファンの方の間ではもともと呼ばれていた、
ね、表記だって話でしたけれども、実際にこれ、はい、ドラマのクレジットとして流した時にどうでした、その反応というのは。あまり バレてないなみたいな印象が多かったですか。はい、ファンの方ですら、はい、え、これってそうだよね、なんで今更そうなのかな、また別のバンドかなぐらい気づいてない人も中にはいましたし、そう、あとはね、主演の黒木華さんが歌ってるんじゃないか説が浮上したりして面白かったです。そうか、じゃあ自分たちが想定してた、はい、また別の方向にもいろんな波及があったということなんですね。はい、そうですね。で、今作はあの EP じゃないですか、はい、2曲目には生命のアリアという曲が入ってましてね、はい、こっちがあのアニメマーズレッドのオープニングということなんですけども、こちらはまた何かその、はい、チャレンジというか和楽器バンドとして挑んだことはあったんでしょうかね。はい、これはですね、もう王道の和楽器バンドらしさっていうのを表現してるんですけれども、こちらあのマーズレッドが結構対象の世界観を描いている内容になっているので、はい、この話いただいたのも結構もう前の話で、2年近く前からスタートしてるんですよ。1年半とか1年ぐらいかな、なんかちょっとコロナもあって曖昧なんですけど、かなり前からスタートしてて、チームで動き始めたのが結構前なんですね。うん、でその時から和楽器バンドにオーダーが来た理由っていうのが、やっぱり和楽器バンドらしさと世界観が合ってるからっていうところだということで、曲の途中でギターと尺八のソロが掛け合っていたりとか、結構私も詩吟の歌い方の技法である説調っていうのがあって、今電話だときついかもしれないけど、ちょっとやってみていいですか。あ、はい、ぜひ、いいんですか、お願いします。はい、ちょ、電話で届くかわかんないんですけど、でね、いや、なんかこういう説調っていう声を震わせる拳のようなものが曲の中に入れ込んで歌ってたりするので、またスターライトとは全然違う感じになってます。全然違いましたよね、はい、思いっきり。じゃあその和楽器バンドのスタイルというのを前面に出しているということですか、ね。はい、4曲入りの中でもこれが唯一一番出てると思います。うん、で横にもあと、うん、ブルーデイジー雨上がりのパレードって曲もこう2曲あのこれ入ってますけども、これはどんな、はい、ここもなんかチャレンジみたいなのもあったんですかね。ですね、ブルーデイジーに関してはこれも北海道出身のマッチ町屋が書いてるんですけど、はい、浦川っていうところの出身なんですけれども、馬のね、はい、名産地の、うんうんうん、はい、なんかそこのふるさとを思いながら書いた詩って言ってました。で最後の曲に関してはこの4曲入りの EP を聞いた時に、聞いた人ができる限りこうポジティブな気持ち、明るい気持ちで終われるようにっていう風な、意味合いで極力明るく歌おうと思ったんですけど、なんかそのメンバーから聞いた人がときめくように可愛く歌ってくれっていうオーダーがあったんでもうなるべく全力で可愛らしく歌い上げた感じですね。これまあ、はい、そのスターライト、生命のアリア、ブルーデイジー、そして雨上がりのパレード4曲と、この4曲のインスト計8曲入りとなってまして、我々もこう聞かせていただいたんですけれども、ありがとうございます。1曲1曲歌い方も違っているし、サウンド面ももちろんそうなんですけどもね、歌い方もこんなに幅広い表現をするんだということで、これ4曲入りなんですけど、すごくお腹いっぱいになるようなね。本当です。あ、嬉しいです。すごいたっぷりの、ね、1枚と仕上がっております。ぜひこちら皆さん6月9日リリースとなっておりますのでね、手に取って聞いてください。スターライト EP です。そしてポップストアが6月22日から札幌パルコで開催ということで、これ和楽器バンドのポップストアですね、はい、でこれがタイトル和楽器バンドスターライト EP ポップアップストアということで、メンバーが着用した衣装、さらに写真パネルの展示、グッズの販売などもあるということですけども、はい、これはなかなか見ることができなかったりとか、手に入れることもできないものだったりすると思いますので、詳しくはぜひこの和楽器バンドのホームページで内容ご確認をお願いいたします。はい、結構汚れまで見てもらえたら嬉しいですね細かなところまでね、はい、結構ツアーとかライブでも着てきたものが展示してますし、うんうん、はい、あと本当私自身見たんですけど、グッズもなんか本当にいつものグッズ物販と違って可愛かったですそんないつも可愛いじゃないですかこっちの方が良くないみたいな
そうですね、ぜひこれ可愛かったです、すごい、ぜひこちらも和楽器バンドのホームページなどでご確認をね、皆さんお願いいたします。はい、そしてゆこさん、のソロのお話先ほど少しいただきましたけれども、ありがとうございます。森山直太朗さん、はい、作詞作曲アレンジが菅佐野さんということで、新曲カンパニラ6月30日水曜日に配信決定しております。はい、でこれすでにライブで披露されたんですか？はい、この間実は誕生日の日に、自分の6月7日だったんですけど、ビルボード東京という場所でライブをソロでさせていただいた時に初披露したんですが、はい、その時はですね、いたバンドメンバーでやったんですけど、結局その後もっと追求したくなって、弦楽器を入れることにして、その後からストリングスも入れてレコーディングしたんですね。ああ、そうなんですね。はい、で、なんか、スハーラアンズさんという方が、ストリングスアレンジも入れてくれたんですけど、もう、ナオトロさんがやっぱり、生の弦入れた方がいいよねってなって、そこから、追求して作った結果、非常にこう、また血の通ったような音楽になりまして、バンドとは全く違う側面が見ていただけると思いますので、もうすごい、そちらもぜひ楽しみです、ね、あとですね、はい、もう一個言ってもいいですか？どうぞどうぞ。はい、7月からスタートのアニメある、ピーチボーイリバーサイドというアニメがあるんですけど、はい、実は初めて声優デビューすることになりました。声優として？はい。はあ、これでももうすでにしてるわけですよね。そのはい、もう撮ったんですけど、アトラちゃんという天使役をやることになりまして、はい、でこちらちょっと地域限定の放送にはなってしまうと思うんですが、ここの、オープニング曲もですね、ソロ名義で歌わせていただいておりますので、はい、バンドとともに両よろしくお願いします。これじゃあ鈴花ゆこさんのオフィシャル SNS とかで随時情報公開みたいなイメージでもいいんですかね？はい、してます。ぜひ皆さん、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。ではですね、最後にもう一曲お送りして今日はお別れとなります。たっぷりお話いただきました、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、状況落ち着きましたら我々のスタジオで待ってますので、ぜひ北海道お越しの際は、はい、西部にも顔出していただければと思いますので、はい、お待ちしております。バンドでツアーで行く予定もありますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみに待っております。はい、では最後にもう一曲お送りしながらお別れです。曲紹介をお願いします。はい、和楽器バンドで生命のアリア、今日は和楽器バンドボーカル鈴花ゆう子さんお電話つなぎました。ありがとうございました。ありがとうございました。歩けないと
和楽器バンド。6月9日にリリースになりましたニュー EP スターライト EP から生命のアリアお送りしました。今日は和楽器バンドボーカル鈴花優子さんお電話つないでお話を伺いました。6月9日ニュー EP スターライト EP がリリースとなっております。さらに札幌パルコで6月22日から和楽器バンドのポップアップストア、こちら開催ということです。和楽器バンドスターライト EP ポップアップストアということでね、はい、こちら詳しい情報ぜひ和楽器バンドのホームページでご確認。さらにソロワークもいろいろ盛んという話もありました、うん、ぜひ鈴花さんのオフィシャル SNS のチェックもよろしくお願いいたします、はい、フリースタイルジャム明日もお楽しみに。 FM ノースウェーブクロスジャム、続いてはトラフィック。